リッパーのリングネームで知られるフアン・ゴンザレスはメキシコのプロレースラー、プエブラ出身、二代目シコシスとして活躍。父はエルプーマ、元妻は CMLL 所属のエストレリータ。1990年代、エルプーマジュニアのリングネームで立つようになり、1994年からレオン・ネグロのリングネームとなり、1995年には死のウルトラマンらと共に、 FMW のリングで、ウルトラ太郎のリングネームのマスクマンで上がっていた。1997年に、AAA に入団。シコシスが WCW 入りしたため、シコシスを引き継ぎ、ロスバイパースに加入。AAA では、メキシコナショナルアトミコス王座や、メキシコナショナルミドル級王座をダッシュした。2006年7月には、プロレスリングノアに来日した。2009年、 トリプル A を対談し、インディ、ペロス・デルマール、アイグなどを転戦する。同年、シコシスのリングネームの権利の関係でシコシス、エクストリームを名乗った。2010年4月、CMLL に加入、ロス・インバソアスのメンバーで活躍した。2011年9月、オリンピコ、ボラドール・ジュニアと組んで、メキシコナショナルトリオ王座を奪取した。2013年11月、 再びシコシスの権利関係が問題となり、リッパーへと解明した。ありがとうございます。